東電の主張の骨格はほぼ明らかになりました。甲状腺透過線量100ミリシーベルト以下では、甲状腺がんにならない。原告らはせいぜい、甲状腺透過線量10ミリシーベルト以下の被曝しかしていない。だから原告らの甲状腺がんが、被曝が原因であることはない。そして福島県民健康調査で多数確認されている甲状腺がん症例は、これは潜在がんであるという言い方をしています。ただその趣旨は過剰診断とほぼ同詞です。100ミリシーベルト以下でも甲状腺がんになるという、論文はいくつもありますし、チェルノブイリでは10ミリシーベルト、30ミリシーベルト、この程度の被曝でも小児甲状腺がんが多数見つかっていますので、まずこれについては十分論破できるものというか、もうすでにできているというふうに思っています。健康調査についてはこれは過剰診断ではないということは、今後主張立証していくし、それもできるというふうに思っています。この原告の方は、今原告団の中で一番若い方でありまして、6歳の時に、原発事故で被災しまして、現在17歳でいらっしゃいます。非常に小さい時に被災されてですね、甲状腺がんという形でいって診断をされています。でそのことによって彼女の将来設計が非常に大きく変わってしまった、あるいはその将来設計を考える間もなく、この甲状腺がんである自分を前提にいろいろなことを考えざるを得なくなってしまっていると。今日意見陳述をしてのコメントというのをもらってますので、ちょっと読み上げさせていただきます。意見陳述は緊張したけれど、無事に終えられて安心しました。裁判官に伝わったら嬉しいです。傍聴に来てくださった皆さん、これからも応援してください。ありがとうございます。このようなコメントを本人からもらっています。1回手術を受け、でその後転移があり、また放射性治療を受けているという、こういう状況になる中でですね、本当にこの人が、過剰診断なんですかと、本来は治療をする必要のなかった甲状腺がんなんですかということを問いかけるという意味でも、ぜひ原告の話をまた今後も継続して、裁判所には聞いてほしいと思っていますし、またそのことについて引き続き、裁判所に、我々として求めていきたいと思っています。